もう二度と彼があなたを離さない。なぜ最悪な破局がきっかけで彼との関係が付き合う前よりさらに深まったのか。結婚したいなら絶対復縁した方がいい。三つの理由とは。タイムセールなどで集まった人だかりに突進していった時、戦場に向かう兵士のようだった30代男性というように、女の子がタイムセール中などで大混雑の売り場に突進する様子を見ながら後ずさりしたという男性も、お買い物に集中したい時は女の子同士で行った方がいいかもしれません。 6. 女の子同士で男性のダメ出しをしているのを聞いた時、ちょっと見る目厳しすぎるよう、20代男性というように、女の子の世の男に対するダメ出し大会での発言を耳にして、自分も酷評されるのではと感じた男性も、異性への不満をぶちまけるなら、女子会など男性に聞かれることのない女性オンリーの場でした方が良さそうです。7、ハエやカを見つけて、ムキになって叩き殺そうとしているとき、親の敵、みたいなノリが怖い30代男性というように、害虫を殺す時の形相が必死すぎて恐ろしかったという男性もいます。近くに男性がいるときは気持ち悪いから退治してなどと相手にお願いするのがベターなのかもしれません。8、振られて涙した次の日に新しい男性と付き合い始めたとき、こうなるのを知ってて他の男をキープしてたの？20代男性というように、恋人を切らさないよう、次を用意していた女の子の周到さが怖かったという男性も、彼氏がいない期間に間がない場合、いつから付き合ったかを大っぴらにしない方が良さそうです。9、とんでもない夜中に、今すぐ会いたいと平気で呼び出そうとするとき、試すようなことをされるのが嫌、20代男性というように、夜中の3時や4時などに、容赦なく人を呼び出す女王様気質に恐怖を感じたことがある男性も、会いたい気持ちがあってもぶっちゃけ夜中は困るという男性も多いと心得ておきましょう。